皆さんこんにちはということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日はね、嬉しいニュースというか、まあ、期待したいなというところなんですけどもね、ベンジョイス。まあ、皆さんご存知の、えー、まあ、100マイル超え連発するね、ピッチャーですけども、えー、彼がですね、開幕メジャーもしかしたらあるんじゃないかというところ、まあ、まだね、えー、ブルペンで投げて、ライブ BP で投げただけなんですけども、まあ、それだけでもですね、まあ、結構評価は上がっているし、 え、チーム内からの、もね、注目がかなり上がっているなという、まあ印象ですよね。なので本当に開幕メジャーというところも、まあ、可能性としてはあるのかな、なんていうところまでは現状は来ているということになりまして、えー、ここのところでやっぱりブルペンとね、ライブ BP に入ってですね、で、その中でやっぱり100マイル、101マイルっていうところを、まあ結構ね、えー、普通に投げていると。 で、現在はですね、セカンダリーピッチということで、まあ変化球ですよね。まあ球が速いのはまあもちろんもう分かっていて、それプラス何かないとっていうところでね、えー、まあ、決め球というかね、二つ目のまあ、使える球っていうのを磨いているのかなという状況。そしてコマンドを改善しているということで、まあコントロールですよね。そこも改善していると。で、まあライブ BP でですね、ベラスケスが入ったらしいんですけどもね、 まあ、その中で、えー、まあ、結構ね、えー、早い球がどんどん来てですね、えー、ベラスケのね、感想としては、もう彼は、今すぐにでもでね、ショーの準備ができていると。まあ、ショーっていうのはね、まあ、ビッグリーグ、まあ、メジャーリーグに来る、えー、もう準備ができているよという話ですよね。で、まあ、ライブバッティングプラクティスに入ってですね、まあ、100マイルを投げて、えー、彼の球はね、屈指のえげつなさだったと。 で、その上、彼は球がね、こう、どこに行くか分かってて、まあ、それをうまくね、使っていて、えー、よく投げていると。で、彼がメジャーで抑えを務めたら、えー、そしてまたね、重要なイニングを投げてくれていたら、と、ね、いうところでね、かなりこう、期待しているようなね、コメントがあったと。そして、え、昨年のね、えー、まあ、ドラフト30目ということなんですけどもね、まあ、その中で、 えー、ま三、あ、巡目ではあるんですけどもね、まあ、注目はね、されていたとは思うんですが、ただ、えー、ブルペンもね、えー、ライブバッティングプラクティスも、一回ずつ行って、まあ、どちらもですね、かなりのこう、まぁ、あ、平のね、あの、ブルペンに人が結構集まって、選手たちが見ていたという話もありますけども、まあ、そういう感じでね、えー、どっちの、えー、まあ、ブルペン、えー、ライブ BP に関しても、えー、ベンジョイスのね、 え、人が結構集まっていたということで、チーム内でもやっぱ注目されているなと。えー、そしてですね、監督のネビンちゃんがですね、えー、このライブ BP について、まあ、彼が100マイル以下の速球を投げたかどうかわからないと。まあ、つまり、ほぼほぼ全部100マイルいってたんじゃないかっていう、まあ、話ですよね。うん。だそれぐらい、まあ、いい投球、いい球を投げていたと。そして、まあ、キャッチャースタッシュが受けてたみたいなんですよね、その BP かな。で、まあ、スタッシュが戻ってきて、 まあ彼についてですね、絶賛して戻ってきたということでね、まあメジャー経験もね、まあかなりあるスタッシーでも、いや、いいねというところでね、まあ受けていて分かったんでしょう。そしてネビンちゃんに関しては、まあ何にもね、求められていない質問だったんですけども、ベンジョイスがエンゼルスのブルペンで、まあ開幕スポットを獲得するためにですね、まあその候補には入っているとえ付け加えたということでね、 まあ別に聞いてもいないのに、えー、もう自ら喋ってきたということで、まあかなりネビンちゃんとしても、まあ現状だけですけどもね、ブルペンとライブ BP しかやってないんですけどまだ。ただその中でも、使えるかもっていうふうには、ちょっとなってきたのかななんていうふうにはね、このコメントを見ても思いますよね。でまあ最高の選手をね、採用するつもりだとネビンは語ったということなんでね。まあ私たちは去年それをね、示したと。 まあシルセスをね、使ってということでね。まあ要は、ドラフトされてね、まあ普通はそんなにすぐにはまあ上がってこないんですけどもね。ただ結構早めに上げてきてるっていう例も、まあエンゼルスとしてはあるし。まあ他のチームもまあ、そのままドラフトしてすぐつ、ね、メジャーで使うっていうのがね、結構まあたまにあったりするんですけどもね。ただ、割とね、それは少ない部類で。 で、その中で、ま、エンゼルスはそういうふうにね、えー、結構早めに使ってるっていうところも、まあ、去年とかも見てきてね、わかると思うんですけども、まあ、それがですね、まあ、そのベンジョイスにね、関しても、まあ、そういう形で採用されればね、いいなっていう思いますしね、その可能性もまあ、あるかな、なんていうことには、ええー、ま、感じているということかなと思いますね。で、まあ、ベンジョイスに関してはね、まあ、その速い球を投げると、それだけで注目が集まっているんですけども、 ただですね、えー、まあ、その、ただ速い球を投げるっていうだけではなくてね、えー、その以外のところが改善、まあ、されてきていると。まあ、コントロールとかですよね。で、まあ、結局、メジャーに上がってくるとね、ただ速い球を投げて、まあ、力いっぱい投げているだけでは、打者には当てられてしまうと。なので、まあ、やっぱりコントロール。そして、まあ、その、第2球目。 他の変化球っていうのもないとね、ちょっと厳しくはなってくるので、まあそこをね、改善するために彼はそれを学び始めていますというふうに言っていますね。で、ベン・ジョイスとしては、えー、まあエンゼルスとね、こう一緒にそのオフを過ごしてですね、まあエンゼルスのまあ関係者とかコーチとか、で、まあその第2球種目をね、開発をしていたということで、ジョイスは2つのスライダーを投げると現状ね、で、彼はスプリットとカッターもあると。 で現時点で彼の最高のセカンダリピッチについては、人によってね、意見が分かれているらしいんですけども、まあ、ジョイスはハードスライダーが一番好きだと言っていると。でジョイスは昨年ですね、WA で、まあ、13イニングしかまだ投げていないっていうのはね、お伝えしておりますけども、まあ、ただその中でもですね、結構普通に抑えていたということでね、 まあ、期待はできるかな、なんていうことで、まあ、今年、えー、スプリングトレーニングにね、招待選手として、えー、まあ、来ているわけですけども。ただ、そこでも、まあ、その、期待、注目っていうのは、チーム内からもかなり集まったと。うん、で、去年ですね、一緒にやっていた、えー、おハッピーさんもですね、彼はいくつかの特別なものを持っているということでね、えー、評価しているという形ですね。で、ベンジョイス、まあ、えー、6フィート5の、えー、ベンジョイスがですね、 ローアームスロットから投げ、ボールが実際に上がってくるというね、錯覚を打者に与えますと。で、まあ彼の方は若干なんていうんだろうな、サイド気味じゃないんだけど、まあ真上から下ろすようなオーバースローではなくてですね、まあスリークォーター。まあ要はサイドと、うん、まあサイドじゃない、サイドと、まあオーバースローの間っていうかね。まあでもそれよりもうちょい下かな、うん、ぐらいから投げてきているので、まあ要は、 浮いてきてるようにね、かなり見えるってことでしょうね。真、まあ、上から投げ下ろすと、やっぱり上から下に来てるっていう感じではあると思うんですけども、若干横からみたいな感じなのでね。まあ、イメージはそういう形ですか。で、浮いてきてるように、まあ、錯覚する。そして、そんだけ球が速いということで、なかなかまあ、えー、打ちづらいということですよね、えー。そしてね、ステファニックもですね、打席に入ったみたいなんですけども、彼は大柄で威圧的な存在だったということでね、 まあでかいし、えー、ちょっとね、威圧感あるよね、というところ。そして、まあ速い球が来るっていうのは、まあもちろんわかってるからね。バッターも結構、えー、身構えるよね、という感じですね。で、まあ彼はあなたに向かっていきます、ということでね。なので、まあそれが全てが難しいと、打つのはね。で、彼は本当にいいものを持っていて、この、まあキャンプでですね、えー、メジャーリーグの打者と対戦するのが楽しみです、と。 ま、対戦するのを見るのが楽しみですという、まあ、ステファニックのコメントということですよね。で、ジョイスとしてはできる限り多くのコーチやベテランリリーフ投手と話をして、彼らが教えてくれる知識を吸収している、しようとしていると、えー、語ったということでね、毎日何か新しいことを学んでいるような気がしますと。で、機会があるたびに分析担当者と話して、私ができる限り US 性をね、得ようとしていると。 で、まあ、それはね、多くの情報で、まあ、えー、私はすべてを受け入れるためにここにいるということで、まあ色々、いろいろな、まあ、ことを吸収してですね、まあ、より良くなって、まあ、成長しようとしているという状況には今なっているということですね。で、まあ、この後ね、まだスプリングトレーニングの試合に投げてみないとっていうのもあるんですけども、まあ、個人的にはそこでね、まず見てみたいなっていう思いがあってね、 でおいいじゃんってなるかね、ええー、まあどうなのかっていうところなんですけども、まあそこに到達する前にもう、ね、結構株が上がったというか評価がかなり上がってんなという、まあ今日のこれを見てね、思いましたね。だからまあスプリングトレーニングでいいピッチングがね、できればね、ええー、相手に対して、本当可能性出てきたのかもしれませんね。この評価だとね、うん。ただまだね、あの、枠の問題ですね。ええー、いつも言ってるように、 メジャー枠っていうのがまずあって、で、あ、まず42枠があってメジャー枠っていうのがあるわけですね。彼は42枠にまだ入ってないので、まあ、まずそこに入るっていうのが第一段階なんですけども、ただ、あのー、この前から言ってる通りね、オプションがない選手が、まあその開幕メジャーっていうところでね、えー、まあその枠に入らない、まあ入れないってなると、DFA にされる、まあことになると思うんですけども、 まあそうなってくれば40人枠っていうのはまあ必然的に空いてきますよね。ただそっからまあその26人でしたっけね。開幕メジャー枠っていうところに入っていかなきゃいけないので。まあさらにそこが難しいんですけどもね。40人枠にはちょっと入れて、まあ開幕メジャーじゃなかったとしてもね、えー、早い段階でちょっとね、誰かが調子悪かったりなんかした場合、ちょっといけんじゃないかなっていうね。今日の評価だけですけどもね。 思ったという話ですね。うん、こんだけまあ、かなり早く、なんかもういけんじゃんみたいなね、ことになるとはね、なかなか、まあもちろんそのスプリングトレーニングの試合を見たらね、いけんじゃんっていうのはね、なるとは思ったんですけど、いける状況ならね、ただまだブルーペンとね、ライブ BP しかやってないのにね、これぐらいの評価が上がってるってことは、 まあ相当いい球投げてんだろうなっていうのはね、えー、わかるっていうか、えー、考えられるのでね。本当にそのスプリングトレーニングの試合が楽しみだなと。彼が投げるの、えー、どういう感じで投げるのかっていうのをね、見るのが楽しみだというふうにね、ちょっと思ったね、感じですね、今日はね。なのでまあ、えー、いつ投げるかちょっとわかりませんけどもね。まあ、スプリングトレーニング試合では投げるでしょうからね。うん、それを見て、本当にどうなのかっていうのをちょっとね、個人的にもちょっと、 見てですね、評価したいという感じはありますけどもね。まあだからやっぱりその速い球を自分で思ったところにちゃんと投げられる、そして変化球がある程度使えるものがあるっていうところがあれば、まあ1イニングをね、彼は投げるっていう状況にはなると思うんで、まあその常時160キロ出るっていうのがね、まず一つの武器として、まあその160キロのボールの質が良ければ、えー、質、コントロール、 が良ければ、まず、一個ね、打ちづらいっていうのは、ま、確実にあるし。で、プラス、打者がね、どっちが来るかなっていうところでね、まあ、迷えるような変化球があれば、非常にね、もう、一イニングだったらね、もう、抑えるのは彼にとっては、結構優位に立てるんじゃないかなという、まあ、ボールはあると思うんでね。まあ、そこですね。あとは、だから、コントロールがどの程度なのかと、ボールの質がどうなのかと、 変化球が使えるのかどうなのかメジャー相手にね。そこかなと思いますので。いや、まあ、とりあえずその変化球かな、うんまあ。コントロールも大事だけども、変化球がメジャー相手に使えるものが1個か2個あれば、かなりでかいんじゃないかなと思いますのでね。まあ、その辺をスプリングトレーニングでどういう感じなのかなっていうのをちょっと見たいなというところなんで。まあ、皆さんね、見れる方は見ていただいて。で、まあ、見れない方はですね、えー、僕が見たら、えー、その情報、 というかね、どんな感じだったっていうのをお伝えしようかなと思います。ということでね、まあちょっと明るいニュースではあるかなと思いますけどもね、ベンジョイスが、えー、まあ結構評価が上がってですね、えー、もしかしたら開幕メジャーあるんじゃないかみたいなところにはなってきているかななんていうふうには思います。えー、続いて今日の昭平ですけどもね、えー、今日は、えー、フリー大駅に登板予定だったということなんですけども、 まあ天候が悪かったみたいでね、えー、延期されたという話と、あとはなんか長尺バットを持ってね、えー、今日はえマシンを打ったという形みたいですね。なのでまあ、投手としてメニューが変更になりましたけども、打者としてまあえバッティング練習という形にはなったみたいでね。であとはえ今日写真、フォトデーだったのかな。だからまあみんな写真撮ってるような感じでね。 なんかシーロットがね、インタビューをしてたりね、いろんな選手にっていうのが上がってたりして、ちょっと面白い映像がね、出てましたけどもね。まあ、なんかあんまりね、えー、ちょっとなんかうまくないのかな質問がね、みんなええみたいな顔してね、ちょっと戸惑いの感じもあってね。まあそれはそれでまた面白いという感じでね、えー、今日やってましたけどもね。まあとりあえず、えー、まあ投球練習というか打撃、 のね、打撃練習への登板は延期になったという感じにはなりましたけども何、えー、かいろいろとね長尺で打ったりとか何かいろいろとやっているみたいですね、えー、続いてエンゼルスの6番手5.5、まあ、人ローテの6人目という形ではありますけども、まあ、その辺をそのね、えー、ポジションをバリアがね、えー、獲得したいということでですね えー、まあ、バリアとしても、えー、去年ね、リリーフでいい成績は出しましたので、まあ、その中でね、えー、そこが空いていると言われておりますので、そこを確保したいということですね。そして、まあ、本当であればね、えー、再びフルのスターターになりたいっていう、まあ、話ではあるみたいなんですけどもね。ただ、まあ、自分の役割を、まあ、えー、果たしたいということでね。まあ、以前はこの、先発ピッチャー、そしてリリーフということでね、 自分の役割がまあ分からなかったしっていうところでまあ調整もね違うと思うんで、ね、少し疲れたということですけどもまあでもしばらくして自分のことに集中することにして自分自身に集中すると自分が良くなることに気づくとで現在はですねまあ減量したりなんかしてですね2023年に再びスターターになりたいということでそのね希望を話しているという感じですね レンゼスとしては今、ローテにね、枠が空いていますので、えー、バリアが仕事を獲得したいと考えているのは、まあ、あるよねと。そりゃそうだよねと。で、まあ、えー、フロントとしても、彼がそのね、候補者にいることは、えー、伝えたと言っているということでね。まあ、バリアは6番手スポットっていうところの、まあ、候補者ではあると。で、まあ、6番手がね、空いていることが分かっていて、 え、チャンスをね得て仕事をすることができれば、えー、その場所を維持できると感じていると、バリア自身は思っているということですね。ただ、その、今回の5.5人ローテっていうのはですね、えー、まあ、フルの、えー、まあ、ローテーション先発ピッチャーっていうことではないような感じなので、まあ、ところどころで先発して、あとは多分リリーフっていう形にはなるんですよね。 話からすると。なのでまあバリアがそのフルタイムのローテに入りたいって思ってるっていうのとはまた違うことにはなってくると思うんですけども。ただまあ彼自身、リリーフも経験して、でまあたまに先発っていうのもまあ経験はしてると思うんですよね。ただ去年そこまで多くなかった気がするんですけど、彼に先発をが与えられたっていうのはね。なのでまああんまりこう刺さってないのかななんて思ってたんですけども。 ただ今回の5.5人ローテっていうことで、先発して、たまに先発して、あとはリリーフっていうことになれば、まあ彼はその仕事をまあしていたわけなのでね、まあずっと先発やってる人にそれをやれっていうのはまあなかなか難しいんですけど、まあ彼はそういう形でリリーフもやっていて、まあ結果もある程度出したということにはなるので、まあ彼を使うって言ってもありかななんていうことではあると思うんですよね。まあどちらしろ彼はリリーフにはいる選手にはなるので、 まあ彼をその役割に使うのか、まあリリーフだけで使うのかっていうのはね、どちらかにはなると思うんですけども、まあその5.5人ローテというところでリリーフをしつつたまに選抜するっていう選手っていうところでは、まあ経験値的にはバリアはいいんじゃないかという話ではないかなと思いますけどもね。でまあ結局あとはですね、えー、カニング・シルセスっていうところがいますけどもね。だからまああとは誰がいいのかっていう話ですけどもね。 まあ、あと、デイビッドソン、ロドリゲス、シーロットですね。で、バリアっていうところになってくるわけですけどもね。まあ、これは本当に、まあ、誰がいいのか、そして、まあ、そのオプションとかいろいろな問題によってね、えー、まあ、人をね、どういうふうに配置するの、配置するのが一番いいのかっていうところですよね。で、あとは、まあ、デイビッドソンをそのまま、えー、ね、使わないというか、枠内に入れないのであれば、まあ、さよならという形にはなっちゃうので、それでいいのかっていう、 まあチーム状況にはってくるとは思うんですけどもね。まあ、経験値だけから見たらバリアがまあ一番、えー、そのねリリーフしつつたまに先発するっていう面では経験値は一番いいんじゃないかなという形であるかなと思いますけどもね、うん、なので、まあえー、カニングが、ね、投げられれば、まあ、ただ先発投手としてという形だけで見ればね、えー、カニングっていうのも、ね、いいのかもしれないんだけどもね まあ、どっちか重きを置くっていうとね、やっぱりリリーフがほとんどしてきて、たまに先発みたいなことになるのであれば、まあ、リリーフを重きを置いて選んだっていう方が、まあ、いいのかなという感じはありますけどもね。まあ、あとは、えまたスプリングトレーニングとか、あとまあ、WBC 出たりするんでね、えー、その辺で、まあ、調整がどうなのかとかによって変わってくると思いますけどもね。 ただ、どっちにしろバリアとしては、42枠、そしてメジャー枠っていうのにまあ、基本いる状況にはなると思うんでね。まあ、その辺の問題も、えー、彼は、えー、まあ、大丈夫というか、大丈夫というか、その、動かせないんでね。うん、どっちにしろリリーフにはいるので、まあ、可能性としては結構あるかな、なんていうふうには思いますけどもねで。リリーフ主体で見ればバリアっていうところも、まあ、その5.5人同点に関してはいいのかなっていう感じですね。 続いてですね、ペリーさんが、アデルがですね、今年もゲームに勝つのを手伝ってくれることを期待しているという発言をしたということでね、今年もアデルをたくさん見かけるかもしれませんということですね。ただまあ現状ですね、エンゼルスの、えー、開幕ロースターガイア手はね、もうほぼほぼ確定してますので、まあ怪我人が出なければ、えー、アデルが開幕ロースターにいるということはまあほぼ,ほぼないんですけどもね、まあトリプル A 開幕っていうのはほぼほぼ濃厚と。 ただ、えー、まあ、現状ね、アデル、高い期待に応えるのに苦労していますけども、えー、依然としてね、エンゼルスとしてはアデルを信じていて、スプリングトレーニングでは、えー、ペリーさんがですね、自信を持って23歳の選手が今シーズンのチームの勝利に貢献すると語ったと。で、まあ、まだね、えー、彼がいかに若い選手でね、あるかを見失うことがあると思うと、ペリーちゃんが言っておりましてね。 まあ、このね、あと2年間というか、この2年は彼にとって非常に有益になると、えー、本当に信じていると。今年のある時点で、えー、彼は私たちがゲームに勝つのを助けてくれると思うと。ただまあ、ある時点でっていうのは、まあ、シーズンの早い段階ではないと、えー、感じられるということですけどもね。ただまあ、アデルがアナハイムで完全に人気を失っていないことを証明していると。 で、ネビンちゃんに関してもね、このシーズンに、まあ非常に高くして、高く評価している選手についてはアデルということでね。まあ、えー、トレーニングとかね、いろいろ積んで、まあ、えー、肉体的にもね、良くなっているということでね。まあ、その辺の、まあ、評価はあると。ただやっぱり、まあ努力して、それがね、えー、まあプレーに反映されて、まあ、ようやく良くなるっていうところが、まあ、えー、努力すれば叶う、絶対叶うというわけではないんですよね。 いや、それは難しいところなんですけども、でも彼はね、努力はしているというふうには思いますのでね。まあ、トリプレ A で、まあ、えー、アピールしつつ、まあ、どこかしらでね、昇格してきて、えー、まあ、メジャーのね、レギュラーとして出られるっていうことを、まあ、証明するチャンスを得るというところは、まあ、今年もあるんじゃないかという話でね。まあ、まだ、その、トレード出した方がいいかなって思ってたんですけどもね。まあ、チーム内的には、まあ、まだ、 トレードに出しちゃあないで育てるという方向にはなってんのかなというのもありますし、まあ今トレードに出してもね、やっぱり見返りが高くないっていうのもあるんでしょうからね、なかなかそういう面では難しいのとは思うんですけどもね、まあまだ、えーまあ、チーム内としてはね、彼がもうちょっと成長できると信じているのかなというふうには思いますね。えー、続きましてね、まあ別ニュースですけども、 え、ヤンキース、え、アーロン・ジャッジですけどもね。まあ、彼は基本的には、え、ライトのポジション。そしてま、去年はセンターもやりましたけどもね。えー、レフトの担当になる可能性もありますということでね。えー、ま、なぜかっていうのは、スタントンをね、外野起用する場合には、ま、基本的にライトということで、まあ、あの、ヤンキースタジアムってライトが狭いんでね。まあ、その中でライトの方がいいだろうっていうことですよね。 で、スタントも、えー、大体はライトで出ているという形になりますのでねで。そうなってくると、まあ、ジャッジをレフトにっていうことで、で、センターはですね、ハリソン・ベイダーがいますので、まあ、彼を入れてっていうことになりまして、なので、まあ、ジャッジがレフトを守る可能性も、まあ、出てきたのかなっていうことですね。うん。ただ、まあ、なぜこんなことをするのかっていうところですね。まあ、別に DH に置いとけばいいじゃないかっていう話もあると思うんですけども、 まあそれはちょっといろいろとね、えー、思惑があるのかなとは思いますけども、ここでは言いませんけどもね。ただまあなぜこうね、レフトとライト、まあ同じようでちょっと違うんですよね、レフトとライトつってもね。だからまあジャッジはね、ライトでまあいい守備も見せるのでね、まあレフトにね、やる必要はないんじゃないかと思いますけどもね。なぜそんなことをするのかということで、まあいろいろとちょっとあると思ってますけどもね。うん まあそんな感じでね、レフトを守る可能性もちょっと高いし、まあジャッジがレフトで出るという時間をね、えー、多くなるかもしれないというところで。まあもちろんね、あのー、スタントンがね、DH で出るときは、まあジャッジがライトで入るんでしょうけどもね、スタントンをまあこう、外野で使うというところになると、まあジャッジをレフトにという感じにはなるというお話ですね。まあなぜなんでしょうというところですけどもね。 まあちょっといろいろあるんじゃないかな、なんていうふうには、個人的には思っておりますね。えー、続いてね、ルーク・ボイトがね、v w ワーズとマイナー契約で5位と、えー、いうことになったというね、話で、いや、マイナー契約かと。まあもっとヤンキース。えー、まああのー、短縮シーズンはホームラン王のね、ルーク・ボイトなんですけどもね、いや、厳しいね、マイナー契約ってことになっちゃうんだもんね。うん。で、まあなんか彼もなんかね、えー、かわいそうというか、 まあ、パドレスにね、えー、トレードっていうことで行って、で、まあ、ナシュアーズへのね、トレードを拒否した、まあ、ホズマーに代わって、えー、まあ、えー、ナシュアーズに行ったわけですね。でも結局ホズマーもトレード出されてね、えー、まあ、チューブラリーになった感じになったんでね、結局ね。だからまあ、ね、結局ホズマーとしてもナシュアーズ行ってても同じだったんじゃないかななんて思いますけどもね。 ただまあそこは拒否権なんかがあったりするのでね。まあ文句は言えませんけどもね。まあ、だからその代わりに行って、結局ナショナルズでノンテンダーになっちゃったんで、FA になって、まあえマイナー契約という感じにはなっちゃったんですよね。うん。なのでまあね、ちょっとね、えー、厳しいというか、まあしょうがないですけどもね。うん。ただまあマイナー契約ではあるんですけどもね。まあ、なんだろうな。まだ全然いけると思うんでね。うん。 まあ、どうにか、え、復活してもらいたいなと思いますしね。まあ、はい上がって、まあ、メジャー枠に入るというところにはなると思うんですけどもね。まあ、ただ、ブルワー,ーズとしてはですね、あんまりリスクがなくて、出てくれるんであれば、ラッキーだしね。なので、ホームランいっぱい打つようであれば、まあ、かなりブルワー,ーズとしてはラッキーかなという、獲得にはなったと思いますけどもね。 まあ、マイナー契約しかなかったんだ、っていう感じでね。まあ、ここまで決まってないんで、まあ、しょうがないんでしょうけどもね。ちょっと、うん、驚きというか、まあ、とヤンキースの選手なんでね。うん、ちょっと気にしてはいたんですけど、マイナー契約か、っていう感じの印象ですね。個人的にはね。うん。まあ、厳しい世界だなと、ということは改めて感じるわけですよね、これでね。うん。あとはですね、ツインズが、えー、ドノバンソラーノと契約。そして、またブーワーズですね、タイラー・アニークイーン。 まあ、エンゼルスにどうだっていうところで結構出てた選手ですね。外野の選手。ということで、えー、彼ともマイナー契約かな、ブルワーズはね。だからまあ、元メジャーリーガー的なところをマイナー契約で確保してっていうところでね。まあ、なんか、えー、補充というか、まあ、ワンチャン出てくれたらラッキーっていう感じでね、えー、まあ、ゲットできたんじゃないかなっていう補強かなと思いますけどもね。えー、続いて、タイラー・オニールがですね、カージナルスのセンターでプレイしたいということでね。 まあ、カジナスとしてはベーダーがね、トレードされたことによりまして、センターでの、えーまあ、確実なレギュラーっていうところがまあいないと。でまあ、ディラン・カールソンがね、か,ねかなりの時間をね、プレイしていたんですけど、センターでね。だからそこもまあ争いが出てくるんじゃないかと。そして、オニールとしては、まあそのセンターでプレイするっていうところをまあ望んでね、キャンプインしたということにはなるということですね。 で、まあ、ただセンターはね、ガ外野、そのコーナーよりはまあ難しい守備位置と考えられているので、まあそこがどう適用できるかなという話であると思うんですけどもね。ただ、えー、まあ外野手としてもですね、カージナルス。まあ今ね、話題のヌートバーもね、いますし、あとはまあその、ウォーカーですね。えー、プロスペクトの注目されているウォーカーがどの程度で上がってくるのか。で、オニール、カールソン、ヌートバー、えー、イエベス。 えー、バーレソンとかね。なんかいっぱいいるということでね。えー、その他もね。なので、結構この選手たちでプレイ時間をこう調整する方法を見つけなければならないと。で、まあ一応プーさんが引退したのでね、指名打者枠は今年はオープンのはずだと。ただまあどこかの時点で、えー、まあ渋滞が発生するということなんでね。まあただそれはこう、いい悲鳴というかね。使おうとする選手がいっぱいいるっていう状況で、まあそれはいい悲鳴なのでね。 まあ、ただ難しい選択にはなると思うんですけどもね。まあでも、怪我なんかもあるし、まあ、えー、必ずしもね、渋滞が発生するわけではないんですけどもね。ただまあ、クラブは将来的に行うべきいくつかの難しい選択があるかもしれないというところでね。まあ、使いたい選手がいっぱいいて、えー、どの選手をチョイスするのかっていうところが、まあ、悩ましいなという話ですけどもね。 まあただ、オニールとしては、センターをプレイしたいという願望があるということでね。まあ、それに挑戦するような話みたいです。えそして、サムライジャパンですね。WBC 関連ですけども、25-26に行われるソフトバンクとの走行試合で、えー、開幕が、えー、佐々木朗希ということでね、25日が佐々木朗希が投げるということが決定。で、その後は、えー、今永、伊藤、宮城、戸郷、宇田川、 高橋という感じで先発すると。で、26日が山本、えー、それ以降が高橋、松井、えー、湯浅、大勢、栗林と、登板するという形になるみたいです。で、まあ、ダルさんはね、投げられないんでね、三、えー、3月の6日からしか試合には出れないんで、 まあでも6日もね、その、登板感覚的に言えばもう出られませんのでね、ダルさんはその試合以外のところで調整しなきゃいけないんですけどもね。まあ、だからそのダルさん以外のピッチャーでこう、まあ出ていくという形にはなりますけどもね。まあこんな感じでとりあえず最初の試合は佐々木朗希が先発で行くということが決まったということになりますね。 ということでね、えー、本日はこれで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター、コメントよろしくお願いします。で、終わりまーす。えー、ここからね、雑談ですけども、えー、昨日はね、映画見に行きまして、えー、アントマンですね。えー、新しいマーベル映画になりますけどもね。まあ、えー、新しい、まあ、その、フェーズがね、あってね、えー、新しいフェーズが開幕するという形の、まあ、 アントマンが最初の感じなんですけどもね。これ前のブラックパンサーで、とりあえずその前のフェーズが終わったのかな。で、新しいフェーズが始まるというところでね。まあなんかそんな感じの内容ではありましたけどもね。まあなんか、普段とちょっと違った感じの、まあキャラクターというかね。うん。感じの、まあ、えー、キャラクターが出てきてね。なんか面白かったですけどもね。ギャグ方面もね、結構入っていますのでね。 ただまあ、ぜひ見てくださいとは言えないですよね。やっぱマーベル作品ってね。なかなかこう、ずっとね、いろんなのがもう前からあって、まあ基本的にね、全部見てから見た方がいいみたいなものなんでね。うん。なかなかこうね、おすすめするのって難しいんですけども。まあでもまあ、見てるね。もう、そのずっと見てる方はもう見るでしょうしね。で、今から見たいっていう方におすすめするのは、まあその映画単体で見ても別にいいと思うんですけどもね。 やっぱりなんか全部見てきてからの方がまあ、キャラ設定とかね、キャラのあれもわかると思うんでね。なかなかおすすめはし、しづらいんですけど、マーベル作品って今からはね。うん。まあ、だから時間がある方はね、全部こう、いろいろと見てから、えー、ね、また見てみるっていうのはいいのかもしれないんだけどね。ちょっとね、あの、ハードルが高いっていう感じありますね。うん。でも、やっぱりね、まあ興味ない方は結構いると思うんですけども、 で、様々、最初の方なんか興味なかったんですよね。だけど、まあ僕はね、最初から見てて。だから、まあ今ね、普通に二人で見に行ってますけども、最近はね、最近というか、まあ最近ではないんですけどもね、ちょっと前。だから興味を持ち出した時ね。でそれまではまあ、えー、夜に一人で見に行ったりしてましたね、最初の方のやつはね。で、なんか知らないけど、まあ僕 DVD とかね、結構、まあ今フールとかね、 ディズニープラスがいっぱい入ってますけども。それでまあなんかね、見てる時に一緒に見て、まあなんかハマってった感じですね、サマンサーに関してはね。ではまあ必ず今は見てるし、まあディズニープラスでやってるのを見てるしね、うん。まあそんな感じでね、うん、やっぱり一緒にね、いると、まあなんかお互いの趣味というかね、うん、そういう感じにハマっていくパターンもありますからね。それでまあ今は普通に一緒にまあ全部大体見てますけどもね。 なのでね、まあ、早い段階からこう、ね、ちょっと面白いかもと思ってね、えー、見始めれば、その前のやつっていうのはね、ちょっと少ないんでね、本数が。まだ間に合うんですけど、今から,ら新たにっていう方にはおすすめがちょっと。まあ、別に全然見てもいいと思うんですけどもね、うん。時間があればね。ただ大量に作品があるからね、なかなかね、うん。本当は見てほしいけどもね、うん。 ぜひ見てとはあまり言いづらいなっていう感じですね。まあでも面白かったしね。ただね、あの、ガラガラでしたね。うん、まあ平日っていうのもあるんだけど、で、やったばっかなんでね、結構でかいあの劇場だったんですよ。で、まあね、えー、公開して時間が経っていくと狭い方にね、どんどん移行されていきますけどもね。あの、人が入んないとね。ただ結構狭い、狭いじゃない、広いところで、で、まああの、 いい席、ちょっと広いリクライニングできるみたいな席なんですよね。僕が撮ってるのは。うん、だから、まあ快適なんですけど、全然人いないなと思ってね。うん、ちょっと大丈夫かこれと思ったんですけどもね。うん、だから映画館ってあんだけ人平日入ってなくて大丈夫なんですかねっていうのはなんかちょっといつも思いますけどもね。まあ入ってるところは入ってるし、まあ見に行く場所にもよると思うんですけどもね。 なんかね、普段行ってる場所じゃないところで見たんですよね。まあだから、なんか空いてたのかもしれないし、まあ、そこが空いてるだけかもしれないんですけどもね。なんかね、そんなに人いなくてね、ガラガラで、まあそれはいいんですけど、別にガラガラの方がね、ただ大丈夫かな、なんていうふうに思ったというお話ですね。あとまあ昨日のね、翔平の、まあ FA の話ですけどもね、まあ基本的に、まあ契約延長、このね、えー まあ、オフというか、スプリングトレーニングの間にできなければ、まあ、FA になるっていう話が、まあ、濃厚という話ですけどもね。まあ、ただ逆になんか、何も言わないからね、延長が進んでるのかみたいなね、うん、意見も昨日ありましたけども、まあ、それは正直わかんないですね。何も言わないっていうのは、どっちにしろ何も言わないと思うんでね。うん。まあ、交渉してるってことも言わないでしょうし、してないっていうのも言わないっていうのは、まあ、どっちとも取れちゃうのでね。 まあ、えー、それはもう発表されるまでわかんないっていうか、スプリングトレーニング、シーズンが始まったら、ああ、延長まとまんなかったか、交渉してなかったかっていうどちらだと思うんですけどもね。じゃあ、それは言わないっていうのは、まあ、どちらとしても言わないと思うんで、まあ、そこはわかりませんね。延長交渉が、まあ、裏でかなり進んでいるとかっていうのはね。うん。で、まあ、それがまとまらずに、シーズン中の交渉はまあ、方法厳しいよねっていうところっていうのを発言がありまして、 で、まあそうなってきたら、まあ FA をね、テストするっていう発言もあったので、まあ FA 市場には出てくるのかなっていうのがまあ通常の考えかなと思うんですよね。で、まあ結局、昨日のは本当にね、書いてる人によっても違うし、どれを見るかによっても全然なんか印象が変わってきちゃって、まあ僕もね、いくつかも見、見たし、アメリカのやつをね、で、日本のも見たんですけども、まあ昨日のに関しては本当に、どの立場というか、 どのポジション自分の思考によって、思ってることによって書き方が全然変わってくるなっていう記事でしたね、昨日のはね。だからもう、普通にシンプルに考えれば契約延長がね、えー、その、今の段階でまとまらずに、まあシーズンに入ってしまった場合はね、まあ一回 FA になるなっていうのは、まあ普通の当たり前の話なんですよね。うん。なので、だからその後、まあエンゼルスとまた交渉するっていうパターンもありますからね。 でもしくは他のねチームとも交渉して、まあ、オープンに交渉してどこか決めるっていうのはまあ普通だと思うんですけども、なんかまあ、いろいろとね、えー、各方によって、まあ、だいぶ変わってくるな、なんていうね。そのまあ、大谷翔平が、そのね、土地柄を好きだっていうところを強調している部分もあれば、まあ、FA をテストするっていうところを強調している部分もあるし、まあ、その FA をテストするっていうところが抜けてる記事もあるしね、まあ、いろいろありましたよね、昨日に関してはね。うん でまあシンプルに言うとまあまあ当たり前の小僧は当たり前のことかなと思いますけどもただその FA になる可能性が高いっていうのはまあねどっちしろ FA になるんでまあそれはそうなんですけどもねただ結局どっかに行く違うところに行く可能性が高いっていう話はまあ前からねずっと言われてますけどもまあ僕が思うにですけどもねあの要は翔平が残りたいっていうのであれば まあその勝ちたいというところが最優先じゃないのかなっていうふうには思うわけですね。うん。そのエンゼルスでワールドチャンピオンになるっていうところを目指すっていうのは、まあだいぶこの後の、まあ昌平が残った場合の補強がもっと金を使ってやっていかないとちょっと厳しくはなってくるかなと思うんですけどもね。うん。まあそのよう考えると、やっぱりワールドチャンピオンになるっていう近道を探すのであれば違うチームかなとは思うんですけども、まあだから翔平がエンゼルスに残るパターンなのであれば、 まあエンゼルスにシンプルに言いたいパターンかなって自分では思ってるんですね。ただそれだったらまあ今ね、延長しちゃってもまあいいのかなとシンプルにね、うん、思うわけですけどもね。ただそれがなさそうなので、まあ、えー、FA になって違うところに行く可能性の方が高いのかなという見方でもあるわけですね。ただ、昨日も言ったんですけども、まあシンプルに FA にはなるんですけどもね。当たり前のようにね。それは当たり前なことなんで。ただそうなった場合にも、まあ、 もちろん、エンゼルスにただ残りたいだけっていうパターンの可能性もあるわけですね。それは捨てきれなくて。まあ、シンプルに FA になりまして、市場に出まして、いろいろとね、いくらだ、いくらだ、いくらだ、この条件だ、この条件だ,条件だって出してきた中で、まあ、エンゼルスとも交渉して、いい条件を出させると。うん。で、エンゼルスに結局戻るっていうパターンもまああるわけですよ。ジャッジみたいにね。だから、そのパターンも捨てきれはしないんですけども、 ただなんか、シンプルにエンゼルスに残りたいだけだったら、まあ今延長しちゃってもよかったのかなと。まあデバースみたいな感じでね、延長しちゃってもよかったのかななんていうふうには思ってるのでね、まあそれが行われていない感じはするので、まあやっぱり出るのがね、可能性が高いかなっていうのは個人的には僕の意見ですけどもね。うん。まあそんな感じで、昨日は本当にね、見る記事、誰が書いているかによって、だいぶ違った印象を持つ記事かなと思いましたけどもね。 ただその延長の可能性が高くなったのかなみたいな、えー、思いがあるっていうね、コメントがあったんですけども、まあ決してそうではないような気もしますけどもね、うんで。逆にシーズンに入っちゃったら、あの、FA でね、えー、違うところに行く可能性が高まるんじゃないかなっていうのは個人的には思っている感じですね。まあ、えー、結局はどうなってみないかは、みなどうなるかね、えー、見てみないとわかんないんでね。うん、まあ、その、 バレドさんもね、どうなるか見ていきましょう、みたいなこと言ってますからね。うん。まあ、結局その時になってみなきゃわかんないんですけどもね。ただまあ話題としては、まあずっとこの今年はね、まあ先に延長が決ま,決まりましたってなるまでは、まあ永遠とトレードされるかどうなのかとね、え、増えでどうなるのかっていうのがね、まあエンゼルスの、えー、この開幕してからの成績によってね、随分とね、こう報道はね、されていくと思うんでね。 まあそれはしょうがないしね。まあそれは楽しみの一つでもあるんでね。まあそれはしょうがないことですからね。まあえ結局は、ここで延長が決まっていないのであれば、まあえーシーズン終わって、年が明ける前なのか、年が明けた、明けてからなのか分かりませんけどもね。そこまでは分からないっていう感じにはなるかなと思いますけどね。ただどちらにしろ、まあ今年はその話題で多分持ち切りだし、まあその楽しみがいっぱいあるっていう感じでね。 まあそれはそれでいいんじゃないかなとは思いますけどもね。ただそのエンゼルスにだけ残ってほしいファンにとっては、うん。ちょっと、あの、ねえ、えー、胃が痛いかなって感じしますけども。まあどっちにしろね、えー、まあ勝てるチームに行ってほしいっていう思いはあるんですけども、まあ彼が選択したところはまあ、うん、それはそれでし、ねえ、応援するしかないと思うんでね。うん。という立場なので。まあ別にエンゼルスに残ったからといってまあ、ああ、そっかって感じですよね。うん。 そっちを選んだんだっていう感じで、まあ結局そこで応援するというだけになりますけども。ただその個人的なね、皆さんの意見とかもいろいろあると思うんですけど、個人的には勝てそうなところには行ってほしいなという意見なだけですからね。まあそんな感じで、えー、今年はどっちにしろね、いろいろと話題が出てきますし、まあその、モレノさんがね、会見を予定してるっていうことなんでね、そこで何を言うかっていうのはやっぱ注目されてるかなと思いますけどもね。 まあなんか、真新しいことを言ってくれたらいいな、なんていうふうにはね、思ってますけどもね。ということで、まあ今日もね、雑談はこれぐらいで終わりたいと思います。